皆さんこんばんは。人間パスポットアキラのスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ、今日はですね、スピリチュアル、覚醒が起こっている時の3つのサインということでお話ししていきたいと思います。この動画を見ていただくとですね、自分の 魂が覚醒を起こしてですね、スピリチュアル的なステージが変わっている、その瞬間、あ、今変わってるじゃんっていうことを知ることができますので、そういうことに興味があれば、最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、覚醒ってよく言われますが、覚醒とはどういうものかっていうと、まあ、目覚めとか悟りっていう意味なんですね。で、これが、スピリチュアル的な、えー、 覚醒とはじゃあどういうものかっていうとですね、やっぱりそういうスピリチュアル的な能力とかが上がっていったりですね、スピリチュアル的なステージを上がっていく。だから今まで、えー、できなかったことができるようになったりするっていうことですね。で、そういうふうになると、やっぱりスピリチュアルに興味ある人っていうのはすごく覚醒したいと思うわけですよ。そりゃそうですよね。だってこう、いろんなことが分かったりですね、いろんな、まあ僕みたいに守護霊の言葉が聞こえたり、あ、今これこういう意味で動いてんだよね。 人生の流れはこんな感じで来てるよね。覚醒はこんな感じだからね。っていうことが分かったりすることもあるってことなんですね。で、この覚醒することでですね、やっぱりすごくいろんなことを理解できるんですよ。ね、みんなが見て、 テレビで言われたことで、こう、みんながそうだそうだって言ってるようなこととは全く違う裏の世界が見えたりするっていうことにもなるわけなんですね。または、それだけではなくてですね、まあ宇宙と言われるもの、宇宙とか神様とか守護霊そういう人からのメッセージを受けるっていうのも、この覚醒が進んでいったりすると、起こりやすく、やりやすくなったりするっていうこともあるわけなんですね。だからその覚醒が起こってるっていうことは素晴らしいことなんです。で、この覚醒っていうのはですね、じゃあ一緒に一回だけ起こって、わーってすごくなっちゃう んだってていいいいうううももものでではななくてまあそういう人もいるかもしれないですが結構ね、何回も起こってたりするんですよ。だから、あ、今覚醒起こってるかなあ、この、今良くなるかもっていうような感じで、なってるっていう時もあるわけなんです。で、こういう時っていうのはスピリチュアル的なそのステージっていうのが変わったり上がっていったりするので、結構楽しみにこう待ってたりしてて、あ、なんかいい感じっていうふうに思ってたらいいわけなんですね。 で、この覚醒が起こっている時っていうのはですね、不思議なこととかが起こったり、またはちょっといつもと違う方向に自分が変わっていくということが起こるわけです。はい。ということですね。まあ、いろんなことが起こるわけなんですが、今日はその中の3つをご紹介していくということでですね、えー、今日のタイトルはスペリチャル。覚醒が起こっている時の3つのサインとしてですね、こんなことが起こりますよっていうのをお話ししていきたいと思います。まず1つ目。1つ目は、 新しい人生の目的が生まれてくるってことです。これね、覚醒が起こると、 本当にね、大きく自分の人生が変わっていくわけなんです。だってさ、今までこうだと思ってたことが、あ、違った、本当はこういうことだったんだっていうようなことが起こってですね、今まで自分はこうだと信じてたことが違ったんだっていうことに気づくわけなんですね。そうすると、やっぱり自分の考えとか、あ、違ったんだっていうことに気づくと、人生が大きく変わってくるわけなんですね。 そうすると、結局、自分が、こういうことしたい、ここに行きたいと思ってたところが、あ、違ったじゃん、誤解だったっていうことになって、全然違う、こっちの方に行こうっていうように。 なったりするわけなんです。ですから、新しい人生、なんで今までここなかったんでこっちで行きたくなるんだろうっていう時っていうのはですね、結構その人の中で覚醒が起こってたりするということなんですね。はい。だから、この覚醒していく人っていうのは特に目的が変わるときにですね、まあ、よく若い時っていうのは自分のために自分のためにってなりがちなんですけども、この覚醒を繰り返していくとですね、やっぱり自分だけではなくって周りの人のため、そして世界中の人のため、宇宙の ためみたいな感じでですね結構その目的が大きくなっていったりするものなんですねはい、こういうことが起こっている時っていうのはあなたの中に覚醒が起こっているということですそして2つ目 二つ目はですね、人の裏が見えてくるってことです。これは人とかのですね、こう本当に考えてること、または誰かとこう出会ってるこの関係がですね、なぜこれが起こってるのか、なぜここで出会ってるのか、ということが分かったりするっていうことなんですね。はい、そういうものを感じやすくなるっていう状況にもなるかもしれません。ね、例えば、あ、この人すごい味方だなと思ってすごく信じてた人が、あれ違ったじゃんっていうふうなことが分かったり、えー、するとかですね。 または自分がですね、すごく大切だと思ってた人がですね、えー、なんかこう、 全然違うこと考えてる。なんで、なんで私こんな人と今まで一緒にいたんだろうと思うことってありません。その、すごく大きく状況が変わってるわけじゃないのに、私、この人のここどうして見なかったんだろう。なんで気づかなかったんだとっていうのが分かったです。これはですね、やっぱり人のその裏の場面、裏のこう持ってるものみたいなのが見えてきたりしてるっていうことがあるわけなんですね。はい。まあ、こういう時はですね、 どうすればいいかというと、こう、周りの人にとってのやっぱり感覚が鋭くなるわけです。ね。だから、あ、この人、えっ、ー、と、すごく世の中でいいなって言われてる人だけど、本当は違うじゃんっていうようなものがちょっと感じたり見えたりするということもあります。ね。それを怖がったりとか嫌だなとかと思うのではなくて、なるほど、そういうことなんだ。じゃあどうしようかっていうふうに前向きに前向きにですね、こう、人のことを見ていくっていうことをできればいいということですね。そして三つ目。三つ目ですね。 夜中、これ面白いんですけど、夜中、 一時から三時あたりに目がよく覚めるっていうことです。これね、僕もよくあるんですけど、この昔から牛蜜時ってよく言ったりするじゃないですか。で、牛蜜時っていうのはすごく不吉な感じの時間だから気をつけなさいとか、お化けがよく出るっていう昔からよく言われたりするものなんですけども、この牛蜜時っていうのはまあ昔のね、国、えー、時間の言い方なんですが、今の時間で言うと、この牛蜜時っていうのは午前二時から二時半なんですって、 で、この時だけではなくてですね、これをもうちょっと広く、1時から3時を牛の国というんだそうです。でこの牛の国のこの、えー、と3つ目の時間が、まあ、2時から2時半というふうに言ってるんですが、実はこの牛の国、1時から3時が昔から キツな時間だと言われてるんですなぜかっていうと、その時間に、このスピリチュアルな世界とかですね、まあ、霊界のパワーがすごく強くなる時間なんですね。だからこの時にいろんなお化けを見たりとかですね、そういうエネルギーが強くなったりすると言われてる時間なんです。そういう時にね、やっぱ強くなって、覚醒が進んでたりすると、それに反応して、寝てたのに急にパチッと目が離されて、私、なんてか知らんけれど、3時にずっと目が覚めるんですけど、とか言う人っていう こういう人っていうのは、その、えー、強くなっている霊界のパワーに、えー、反応してたりするということがあるわけなんですね。これが、覚醒が起こってたりするときに、そういうことが起こりやすくなるんです。はい。自分のやっぱりこう、エネルギーを感じ方とかが変わってきてですね、それがパチッって合ってしまったりということが起きて、あの、起きてしまうということなんですね。はい。でもこれは怖がる必要ないんです。あ、また起きちゃったと思ったらもう一回寝ればいい,いわけですからね。そこで怖い怖いとか思っちゃったら大になっちゃうけども、あ、またちゃったら大変になっちゃうけども、 はいはいって言って寝てしまえばいいので安心していただきたいと思います。まあこういう風にですね。 自分の中のスピリチュアル的な覚醒が進んでいる時っていうのはですね、やっぱりいろんな変化が起こるわけなんです。はい。それをちゃんと皆さんに分かってほしいわけなんですね。今日言った3つのこととかが起こってたりすると、なんかどちらかというとさ、なんか、いや、新しい人生、今までこう思ってたのになんか急に変わっちゃったとかさ、人の裏が見えて今までいい人だと思ってたの違ったじゃんって言ってなるとさ、なんか、えー、なんか私不幸とかどうしようとかって思っちゃったんですけど、そんな怖がる必要ないんですよ。まあ、それは、 こう、覚醒が進んでたりする意味で見えてるのであれば、すごく人生の意味とは、なからまあ自分の生きる目的とかですね、魂の目的、そういうものも少しずつ見え始めてるしてる、来てるってことなんですね。だから驚いたりですね、怖がるのではなくて、あ、今、覚醒が進んで、もっともっとこの世の中のこと、スピリチュアルのことを理解できるようになってんだって楽しめばいいということなんです。はい。 えーですからですね、この学生が今自分に怒ってるっていうようなことが起こったらですね、それを怖がらずに、あ、面白い。じゃあどんな感じの自分が変わっていくんだろうっていうのを見ながらですね、楽しんでいただきたいなと思います。この番組で、ね、このようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アーキラの部屋のメンバーになってください。はい。そして今度、6月18日なんですが、えー実は 実はですね、僕、ピアノの弾き語りをするんですけども、その、学、えー、芸大の近くのジャズバーでですね、6月18日、夕方6時からですね、2時間お食事なんかをワイワイしながら、えー、そして1時間僕のピアノライブを見れるというライブをします。はい、えー、まだね。 あの、数名の方参加できますので、概要欄に書いておりますので、そちらから詳しいものを見ていただいて、お申し込みいただければいいかなと思います。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですかでは、みんなの幸せを祈って、ミルクルラー届いたかな <laughs> それではまたお会いしましょう。さよなら。